皆さんこんにちは。さあ今回はうちのチャンネルで初めて、扱う商品を紹介します。本日紹介するのはこちら、 ZIMOS の LED プロジェクターです。こちらの商品ですが、 ZIMOS 様より提供していただきました。ありがとうございます。はい、ということでね、この LED プロジェクター、まあ、いわゆるこう壁とかに映像を投影する、ね、装置なんですけども、まあ、昔ね、学校とかでちょっとこういうのね、使ったことがあるくらいで、自分で使ったことはね、一回もないんですよね。で、最近はね、この LED プロジェクターっていうことで非常に明るいらしくてですね、最大8000ルーメンでフル HD の映像を壁に投影することができます。で、投影される映像なんですが、32インチから最大200インチまでね、選択することができます。メーカーの、ね、推奨では 2.5 メートル離して写してくださいということなので、今回は、ね、そのくらいの距離を離して、まあ、壁に、ね、投影してみようかと思います。それじゃあパッケージ開けていきましょうか。はい、それでは、ね、パッケージ開けていきましょうか。箱の中はですね、結構シンプルでして、こっち側が表かな。はい、まずこれがプロジェクター本体ですね。結構ね、この小ぶりの割にはずっしりと、来ております。こんな感じで外観は全部プラスチックでできていますね。これがダイヤルで、本体のスイッチ、各種ボタン、結構ボタンはクリック感があります。で、本体の背面なんですが、このようになっていまして、AV 出力と、あとヘッドホンですね、あと HDMI、USB 端子は2個、そしてこれキーストーンって書いてるんで、おそらく映像のこれ角度ですね。で、こちらが AC アダプターで、本体の裏なんですが、このようにゴム足が4つついています。で、ここにですね、三脚のネジ穴が切ってあるので、ここにクイックリリースプレートとかをつけて、まあ、三脚とかにね、固定するのも、そんなに難しくはないと思います。本体側面にはこちら、熱を逃がすための空気口が1つと、逆側の方にはですね、こちらダイヤルがついていまして、おそらくこのダイヤルはこちら、本体正面のこれレンズ、このピントを調節するためのものですね。結構レンズはね、奥まった位置にありまして、結構ね、調節の幅は大きそうですね。で、スピーカーもですね、これ本体の裏の方に内蔵されていまして、まあ、HDMI とかね、USB でつなぐと、ここからね、音を鳴らすこともできます。あと箱に入っていたのはこちら懐かしのね、この RGB のケーブルですね。まあ、古いゲーム機とかね、DVD プレイヤーであれば、こちら接続してね、プロジェクターに使うことができます。で、リモコン。で、リモコンなんですが、こちら、単4電池2本で動く仕様となっています。で、電源用のケーブル。そして説明書になっています。で、説明書に関してなんですが、まあ、一応ね、全部日本語では、書いてありまして、まあ、初めてね、こういった製品買う方でも、特にね、迷うことなくセットアップできると思います。はい、今はそんな感じでね、箱の方はこれくらいでいいとして、早速ですね、このプロジェクターで映像をね、投影してみましょうか。さあ、次は実際このプロジェクター使っていきましょう。こいつをですね、三脚に固定しまして、ある程度角度とかは調節しました。それじゃあ電源をね、長押ししてやっていきます。よいしょ、はい、ついたかな。ちょっとこっち避けますね。で、本当はね、ここね、スクリーンとかあればいいんですけども、今回はね、本当白い壁にそのまま映しています。で、こっちからで、ね、光がちょっと漏れてますけども、まあ、昼間なんでね、すいません。これね、夜とかだったらね、もうちょっと綺麗に映るかと思います。で、プロジェクターなんで、やっぱね、部屋の電気とかやっぱ全部消した方が、いいかと思います。お、結構画面ね、くっきり映ってますね。もうちょっとこの画面のね、端々とかが、暗くなるかなと思ったんですけど、意外にそんなことはなく、結構普通に映ってますね。で、本体ですね、こちら、こんな風にね、こうダイヤルガリガリってやると、一応設定のね、アクセスはできるんですけども、非常にやりづらい上に、こんな風にほら、本体の、動かすと画面が揺れてしまうんで、あの付属のリモコン、これを使ってね、設定していってください。ちょっと設定画面見てみましょうか。はい、まずは投影方式ですね。もちろんこのプロジェクターね、こんな風に、あの、素置きでもいいんですけども、点釣りとかする人にも対応できるように、こんな風にね、点釣り用の設定があったりですとか、まあ、他にもこの背面ね、とかっていう風に、まあ、画面をこうぐるっと180度、回転させるような機能もあるので、さまざまなね、この状況に応じてこの投影方式変更できます。今回は標準でやっていきましょうか。で、次ですね、画面のズーム、まあ、今回これ 100% なんですが、その前にも 75% とこれ 1% 刻みで、結構ね、画面を細かく調節できます。今回は 100% でやっていきましょう。他にもこれはアスペクト比ですね。他にも、これ画面の、コントラストや明るさ、シャープネスのこういった設定もね、個別に設定できます。今回は標準でやっていきましょう。他にもカラーレンジですか、まあ、これも自動でいいですね。
はい、まあ、こんな感じで一通り設定はね、できるみたいです。あと言語設定やソフトウェアのアップデート、自動スリープやこの Bluetooth で、この Bluetooth なんですが、こちら、試写で画面に書いてるんですけども、このプロジェクターの Bluetooth は、ヘッドセットやサウンドバーなどのオーディオのみをサポートしているので、画面の共有ではこのミラーキャストっていうものを使うんですが、このねミラーキャストについてちょっと iOS でねいろいろ試してはみたんですけども、ごめんなさい、いまいちね接続できませんでした。なので今回は HDMI とUSB メモリーですね、これを使ってちょっと映像を映してみましょう。では最初これ写真ちょっと見てみましょうか。もう USB メモリーの方にはね何枚か写真入れているので、ちょっとこれを再生してみます。はい、こんな感じでね映りました。一回一時停止を押して、さあどうでしょうか、映り方とか。ちょっとねこの画面越しだったらね分かりづらいかもしれませんけども、意外にね綺麗に映ってますね。まあ一応これフル HD ということなんですけども、思った以上にね発色もいいですし、くっきり映ってます。特にこういうプロジェクターって、まあ、前にね僕ちょっと調べたんですけども、こういう画面の端々が甘くなるっていう傾向があるんですが、これは全体を通してね結構シャープに映っています。でちょっと次の写真出してみましょうか。はい、ここはあれですね、先々月からかな、行ったノサップ岬になります。この辺のねこの空の色とかもね、まあ、こういったね格安のプロジェクターと考えると結構映りいいですよね。うん、これも悪くないです。あ、こういう旗の部分とかもねしっかりと描写されてますし、ここはね根室駅なんですけども、よいしょっと、これはちょっと映り方があれですけども、でこういったこの木の部分ですとか、他にもこういう車のとことかもねそんなにねそのおかしくないっていうんですかね、画像がね荒くなることはありません。でこういうね、よいしょ、このアンテナの部分とかもねしっかりと描写されています。うん、写真機能とかねこういう画面の共有とかはなかなかいいですよね。家族とかで写真とかをねこう撮って画像を USB メモリーに入れて、こんな風にね、部屋に投影して家族とこういうね共有するっていうのはなかなかねいいですよね。まあ、それ以外にも、まあ、ちょっとしたこういうセミナーとかそういった会議とかでもねこういったものを使えるのはなかなか、いいんではないでしょうか。はい、こんな感じでね、まあ、パパッと、素早く映すこともできますし、はい、まあ、自動でねスライドショー的に、映すこともできます。よいしょ。で他にはですね動画の再生機能もあるんですが、これ MP4 をねちょっと YouTube のね動画ダウンロードしたもんなんですが、はい、再生させようとしますとこんな感じでねサポートされていませんというふうに出てしまって、うーん、 MP4 もダメだし何もダメだし、いくつかのファイルをね試してみたんですけどもね一つも対応していませんでした。なんなら対応してるんだっていうことで、ちょっとね動画のね再生に関しては弱いと言わざるを得ないですね。まあ、他にも、まあ、音楽とかもね、この再生できますし、まあ、今回ちょっとやりませんけどもテキストファイルとかもねこの画面に映すこともできるんで、まあ、会議とかのね運用もこれはやりやすそうです。ではですね次 HDMI ですね、これをつけてパソコンの画面をね、ちょっとここに映してみましょうか。はい、今ねパソコンと HDMI で接続しました。そうすると自動的にですね、こちら HDMI に切り替わるみたいです。で今ねちょっと気づいたんですが、これわかります？結構ね本体の動作音はね、しますね。ブオーって風がね、流れる音がねはっきりと聞こえているので、ちょっとね静かな環境でこのプロジェクター使う場合には一つね注意が必要です。まあ部屋の中とかね、まあ、そういったところで使うには大して問題ないんですけども、こんな感じで、マイクを近づけるとはっきりとね、動作音が聞こえるので、はい、そこだけはねちょっと注意してください。さあそれではちょっと動画を再生してみます。はい、再生するとこんな感じですね。これねうちのチャンネルの動画なんですけど、これ 4K で再生しています。で、あ、音に関してなんですが、ここ本体のねスピーカーから流れていますね。ちょっと音量上げてみましょうか。はい、音質に関してはまあそうですね、普通ですか、極端に悪いってほどではないんですけども、うん、まあこんなもんかっていう感じですね。で動画にするとですね、ちょっとちょっと画面の端々は甘いのかな。ちょっとこれでフォーカスというかピント、調節してみましょうか。ダイヤルね素早く切り替えれるっていうのはちょっと使いやすいですね。あとですねこれ本体ね角度ついてる場合はこの下のキーストーンっていうところのねこのダイヤルをグーって割ってここにある程度映像にね角度をつけることができます。こんなもんでいいかな。はい、どうでしょうか。うん、まあそ
こまであんまり変わらないかな。でもね、まあ普通に見てってこうめちゃくちゃ映像が荒いとかそんなことはなくね、見れますね全然ね。まあちょっとこのカメラ越しではね、少しこう分かりづらいところはあるんですが、僕の肉眼からは全然いいんではないでしょうか。まあもちろんその高価な、ね、もっとこう画質のねいい、プロジェクターとかに比べるとまあ甘いのかなってところはあるんですけども、なんかこう映画とかこういう動画をね、だらだら流してね見るとか、他にも家族でちょっと集まった時とかにまあこういうのあったよねっていう風に、まあ、思い出を共有するようなね場合であれば全然これねいけますね。うん、いいいい、そんなにね悪くないです。でこのドローンの映像とかもねこう見てもらってるんですけどもね、そんなね映像が破綻してることもありませんし、色味とかも結構自然ですね。わりかしねこのパソコンのやつでは結構コントラストが強めの映像なんですけども、このプロジェクター通して見るとねちょっと淡い感じっていうのが、まあまあそれはそれで自然で見えていいんではないでしょうか。はい、ということでね、このズイモスのプロジェクターざっと見てもらいましたが、どうだったでしょうか。僕みたいなねこのプロジェクター初心者の人でもね、特に迷うことなく使えましたし、まあ、できることっていうのも非常にね、シンプルなので、初めてこういった製品ね買う方にはすごくねおすすめかと思います。まあ、ただちょっとね使い方っていうこと、本体のこのボタンが少しねカチカチうるさいのと、まあ、あとちょっとね動作音がするっていうところがあったりですとか、まあ、他にもスマートフォンとの連携がまあうまくいかないとか、まあ、Bluetoothのオーディオだけがね対応していたりとね、ちょっとね、まあ、価格を考えるとまあしゃあないかなってところはあるんですけどもね、少し機能的には、足りないところがねあったかと思います。といっても、こちらですね現在 Amazon で約1万円台で買えるので、まあ1万円台でこういったプロジェクターがね、まあ、使えるっていうのはまあすごいなって思いました。まあ、家族でねこういった映像を共有するもよしね、まあ、セミナーとかでこういう、まあ、壁に、書類とか写して解説するもよし、非常にね使い勝手のいいプロジェクターなので、ぜひね皆さんこういったね、ものを検討している方おりましたらね、動画下の概要欄の方に詳しいね URL 貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。ここまで見ていただきありがとうございました。この動画がね皆さんも何かを参考になれれば幸いです。で今後もですねこういった面白い商品ですとかデジタルガジェットありましたらどんどん紹介していきますので、チャンネル登録してくれると嬉しいです。では次回の動画でお会いしましょう。さよなら。